どうも、キスケです。本日は、スーパーベジータが全開覚醒したということで、使っていこうと思います。完成させてきました。見ていきましょう。貫突ですね。まあ、貫突の日を結構多いんじゃないですか昔からやってる人は。えー、こんな感じ。まあ、射撃の攻撃力は27万8000と、まあ、そこそこあるっていう感じですね。体力も280万。結構あるね。はい。で、打撃と射撃と。で、必殺圧が大ダメージ。 え射撃被ダメージ30%アップの能力低下を敵に与えると。で特殊圧余段目20%アップの射撃のコストがーダウン。吸気ク圧、えーツこれが特大ダメージに変わったのかなで、えー、ヒット時自身の気力回復速度50%アップ。えー、敵にアーツカードドロー速度2段階ダウンの能力低下を与える15カウント。これどうなんやろなぁ。敵に。 どうなんでしょうかね。<laughs> まあ、強いっちゃ強いとは思うね。うん。食らって初めてわかる強さかもしれない。で、メインアビリティ。えー、救急ガーツをドロー。気力20回復。えー、救急ギダメージ50%アップ。火ーセ20%カットと、えー。覚醒する前は、その、救急ガーツをドローするだけだったんですよね。うん。結構、もらいましたね。で、前回アビリティがイエローかつサイヤ人。これは貴重よ。 結構貴重やと思いますよ。で、頂点のプライド。えー、場に出てるカウントに応じて射撃をダメージをアップ。3カウントで40%。6カウントで60%。10カウントで80%。交代時にリセットということで。これはね、どうなんやろなぁ。相手の攻撃中に、カバチェンとして出してあげないと、10カウントはなかなか難しいかもしれないですね。で、威圧。 場に出たとき、敵全体に射撃被ダメージ20%アップの能力低下。うん、で、ここから追加されたものですね。えー、自身が場に出てるとき、敵が交代すると、気力30回復、被ダメ30%カット、バニシングゲージを100%回復、発動回数1回。これは、どうなのかなぁ。まあ、便利っちゃ便利なのかな。うん。 そして、バ、え、リ、ー、に出たとき、以下の効果を発動すると、体力10%回復、気力40回復、よだめ30%アップ、えー、打撃用ダメージ60%アップ。うん。まあ、最近の覚醒キャラクターにしては、まあ、追加アビリティでは、まあ、そこそこいいものをもらってるのかなとは思いますね。うん。ただ、まあ、環境で、トップで、前線で戦っていけるような性能ではないのかなっていう感じかな。はい。ということで、 ベジーテーパーティーで戦っていきましょう。よければ、チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは、PVP、回っていきましょう。さあ、マッチングしました。GT パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。まあ、このスーパーベジータ何が楽しみってね、やっぱり救急ガーツが結構かっこいいんですよね。 それがすごい楽しみではありますね。じゃ、初手から出してみるか。で、青色。あと一体は、まあ、そうだな。赤とかでいっか。はい、お願いします。やっぱとにかく吸ー圧が見たい。うん。で、10カウント、果たして現実的なのかっていうのをちょっと見ていきたいですね。まあ、幸いなことでバリシング回復があるんで、 どうなのかなああかみ合っていくしゃあないさあこれでも今何カウントだもうちょいで10カウントいくんじゃねおい合わせて OK よーしさあどうかないやーあーまあ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 ぼっちぼ,っち, <laughs> ぼっちぼちぼちか これで相手がキャラチェンするとバニシング回復するはずなんやけど、これキャラチェンしなくね相手。しーひんと思うんやけど。やっぱりしないよね。<laughs> そうだよな。するわけないよね。むずいね。使うの。あ、めちゃくちゃ見てくるタイプ。はい。 OK? いい軽く。予約は強いよ。OK。特殊で見ようか。合わせたいけど。危ねえ。いや、これ特殊ぶっぱ怖い。しないか。よーし。まあ、これはライジングで良さそうやね。キャラチェンはしないのかな。まあ、ライジングでいっかんじゃあ。 覚悟しやがれ。あ、違うわ。ここでバニシング回復するんじゃねあえて倒されて、こっちバニシングないやん。っていうことじゃないそれかこれも自動で発動して、脳幹になってんのかなあ、回復。ナイス。これは強い。OK。止めといて。メインで見よう。 ああ、ケロチんンするか。うわあ。意外と火力あんな。美味しすぎー。よーし。吸救急科見て。救急科ツ見て,ー <laughs> 救急みてーよ。死んじゃうね。しゃあない。オッケーまあでも意外と火力あったね。ありがとうございました。 さあ、マッチングしました。合体選手パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。まあ、そうだな。所定、ベジータからいって、こういう感じでいきましょうか。お願いします。まあ、1戦目使ってみた感じ、そこそこ、うん、火力出とったんじゃないかなと思うんで、まあ、火力は申し分ないのかな。 で、あえて落としながら、こう、バニシングゲージを回復するっていう動きも、まあ、できるっちゃできるんで、そういう使い方ができれば、OK。ありがたい。はい。あー、マジか。そこでキャラチェンするのか。やるね。OK。 まあ、バフ消し若干痛いけど、大丈夫でしょう。オッケー。よーし。これ、バニシング、あー、カバチゃンハジするか。あ、いや、特殊からでいっか。<laughs> はい。オッケー。<laughs> これは美味しい。そうだよな。じゃあ、これはベジータに変えて、殴っていこう。ライジングです。 1 0しやがれ。体力満タンで落とせるのはありがたいよ。ただこれキャラチェンしたばっかりなんで、そこまで火力が乗ってるわけじゃないんですよね。うん。10カウントはね、思ったより長いと思う。多分 <laughs> 思ったより長いと思う。やばすぎー。いやーこれ救急滑らせて。よし。行っちゃうか。 オオッケーオッケー k 9 g ーツちょっと見ようこれ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 かっこいいわいいよー突っ込んできそうなんだよなあ違うか <laughs> 突っ込んでは来なかったねオッケー。まあでもかっこよかったよ <laughs> 俺がスーパーベジータだ 俺は全然耐えると思う。よし。突っ込んでくるなら、何なんだこいつは。ありがてぇい <laughs> おめぇ<ー笑>、それはよくねえだろ。こんでよ、ベジータよ。俺がスーパーベジータだ。こいつをまともに、受け止める勇気があるか早いな、帰ってくんの。 オッケーよし。まあ、よく見よう。オッケーあどうした。さあ、マッチングしました。えー、再生パーティー。いやー、再生にいるね。ご飯ピッコロが。はは、嫌だな。<laughs> めちゃくちゃ嫌やな。ただまあ、えー、青色がいない。いやー、赤は確定ですね。あと一体どうしようか。 青でいっか。はい。お願いします。これ、どっち出てくんねやろ藤見出てくんのかな藤見、藤見、黄色っぽくね藤見、黄色、藤見。ああ、やっぱり。そうだよな。これは厄介。<laughs> 非常に厄介です、まあ。またもうめんどくさいキャラクター。ほんま実装しやがって。お願いします。 これは射撃圧打ちづらい。OK、最速。これはね、射撃が多いんで、ベジータで殴っていこう。で、射撃の火力を上げて、来ないか。このちょっとムキムキ感が俺結構好きなんだよな。よし。 アディオスアミーゴまだピッコロ帰ってこないっしょオッケー <laughs> ご飯が本体やけどここのタイミングぐらいで出てきそうやねやっぱりオッケーうまいいやーずらされたか こっちな、ライジング受けるキャラクターいないんだよな。いや、赤色捨てるしかないな。ちょっと黄色使いたいから。ライジングではない。あー、速圧。あキャラジゃ間に合ってない。ライジングでしょう。オッケー。いや、これさすがに耐えそうやな。 これは耐えるぞよし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 相手が一発目のライジング打つ前にメインでボール奪ってくれたっていうのはめちゃくちゃありがたい2周目のたまりが遅くなるんでねどうにもならないのか入る e い強いナイス さあここからちょっと怖いなぁいや即圧行ってみるか一回あははだめでした <laughs> 悲しいオッケー知らない人が多いね射撃これはこれよ究極圧よ粉々にしてやるぜ特殊で見て4段目上げてか あ,あ帰ってくるの早いあ,あなんかセルトああこれ原作再現あれが違うけど <laughs> 携帯が違うけどはい何度でも超えてやる気絶引いたらでかいなナイスアバよ <laughs> 貴様死にたいようだなこいつをまとめに受け止める勇気があるかこれ特殊圧マジででかいなん <laughs> じゃそら浅したはい皆さんお疲れ様でした今回はスーパーベジータが全開覚醒したということで、えー、使ってみたんですけどいかがだったでしょうか まあ結構強かったっすよねやっぱり火力はそこそこあるのかなーって思うし1試合目はそのバリシング回復がわりかし役に立ったのかなと思うんですけどどうなんでしょうかねただねイエローかつサイヤ人の全開アビリティ上げは結構ね貴重なんですよねイエローの覚醒ってその人造人間とか再生とかそっち系が多いじゃないですかだからイエローのサイヤ人上げはほんまに初なんでそこを そこが貴重なだけに覚醒してもいいんじゃねとは個人的に思いましたね。ということで、良ければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、良ければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。